はいみなさんこんにちはレックス専任講師森田隆二ですそれではただいまよりエコノミスト森田隆二の経済会計キーワード解説第7回目の講義を開始いたしますよろしくお願いいたしますはい、えー、本日ですね第7回目のキーワード解説ということになりますが顔面の方をね切り替えていきますけれども、えー、と本日のテーマはですね負ののれんというね言葉であります でわ私がですねなぜ負ののれんを扱ったのかと言いますとですね、えー、次のところですけども、まあ、あのライザップという、ねえー、企業がありますよねあの結果にコミットメントをするという、まあ、非常にユニークな CM で有名の、ねえー、ライザップなんですけども、えー、まあ非常に、まあ、会社として業績が良かったわけなんですけども実は一転してですね、まあ、2019年の3月期の決算が、まあ、あくまでも予想なんですけども、えー、赤字になるだろうという ということで一転してね現役というねそういった報道が発表がなされましてね。 ちょっと見ていきますが、まあ、ライザップはですね増収増益を続けておりまして、ですね過去最高益を更新していたんですけども、一転して減益とで、しかもその減益がまあ結構激しくてです、ね、予測、予想では、ですね会社の予想では、2019年の3月期はですね営業利益が230億円というふうに考えてたわけなんですけれども、利益が出ないと、えー、むしろ 損失が発生するということで営業損失ですねこれが33億円出ちゃうんじゃないのかなとこういうふうに言われてるんですね じゃあなんでね、まあ、一転してこんな減益、しかも赤字じゃねえかと、なんでこんなになっちゃったんですかというと、まあ、原因は負ののれんという、ね、ところにあるのかなということでありまして、ですね、この負ののれんという、ねえー、まあ会計の言葉なんですけども、えー、まあ本日はね、えー、その原因の一つである、ねえー、負ののれん、これを見ていこうかなというふうに思っております。 でではですね、そもそものれんとは何でしょうかということでありまして、まあのれんというのはですね、M&A、まあ、合併と買収です、ね、マージャンアクイジションというふうふに言いますけども、えー、M&A の際に発生するものでありまして、まあ、通常、ですね、まあ買収する、企業を買収するということは買収額というのがあるわけなんですけれども、えー、まあ純資産とですね、この買収額の差額のことをですね、実は会計でのれんというふうに言うんですね。 ですね、で純資産というのは、まあ、企業価値といいう,うにお考えいただければと思いますね純資産というのは企業価値だというふうに思っていただければと思いますね。ねですから、この企業価値が90高々90しかないんですけども、えー、それを上回るお金110払ってるんですよとでその差額が、まあ、会計ではのれんというふうに言われてるんですね。 でなんで20のです、ね、差額を,、えー差額をね、つけてです、ねえー、企業を買収したんですかというと、えー、実はそのこの企業価値にはです、ね、目に見えない企業価値なんかも実はありましてその目に見えない企業価値なんかはこの純資産の中には込められてないんですね、まあ、つまりですね企業価値を超えるです、ね、収益力っていうのが企業には実はあったりするわけなんですけどもそれがです、ね、この純資産には入ってないということで、まあ、企業価値 を超えるる収益力っていいうううのがあるだろうということこで、企業価値自,自,自体はですね、まあ、90かもしれないんですけどもじゃあそれを上回る価値が実際は目に見えないものとしてあるのであればじゃあ払っておく価値はあるだろうということで、えー、90を上回るお金を払っちゃったとでその差額のことをのれんというふうに言うんですね。ですからつまりのれんというのはですね、まあ、超過収益力を資産化したものなんだと。 たかなかまあ企業価値90だと思ってたんですけども目に見えない実は価値もあるんだと、えー、企業価値をですね超過するですね収益力なんかも実はあってそれがこの純資産の中には入ってないんですねですからそれを、えーまああですね、見込んでですね、うん、90よりも多くのお金を、ねえー、上増ししてです、ね、買収してるということですねですからまあこのおのれんというのはですね超過収益力を資産化したものであると。 でまあ、会計上はでですね、バランスシートにまのれんというのは目に見えませんからあ従いましてですね、えー、無形であるということで無形固定資産とでこののれんというのはまあじわ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 ね、やっぱあの毎年毎年その経営に貢献してきますから、えー、従ってまあ長く使うものであると目に見えないけども長く使うものであるということで目に見えないから無形そして長く使われるということで、まあ、従って固定資産 というねことでまあ考えられておりまして、まあ無形固定資産としてまあ BS にね計上されるということになるんですね。 でではですね、まあ、純資産という会計の言葉が出てきましたので、まあ、せっかくですから、ね、会計のお話になってしまいますけれども、まあ、そもそも純資産とは何でしょうかということで貸、えー、借対照表という、ね、バランスシートというのがありますけれどもバランスシートの左側にではです、ね、資産が来るんだと、まあ、例えば今回の具体例では200というふうにしておきますそして右上ですね負債ですね、えー、負債というのは、まあ、例えば、まあ、うーん借金のようなもの借金だとかね、そういったものを考えていただければと思いますね 負負債債義務ののあるものとこれが負債なんでですすよねですからまあ借入金だとかあるいは買掛金であるだとか、まあ、そういったものが負債というふうに言われるものなんですね。でこの資産からですね資産から借金などのような負債を、えー、マイナスしてそして、えーまあ、手元に残ったね資産の純額賞味の資産、えー、これをね純資産というふうに言うんですね。いいですかね。 資産から負債を引き算したその残り、まあ、純資産純,純額の資産賞味の資産これを純資産というふうに言うということであります。 でえーまあ、これがのれんだということでありましてね、えー、まあのれんというのはじゃあ何ですかということなんですけども、まあ、先ほどまあ説明させていただいておりますけども、まああのー、買収額からですね純資産を引いた残りこれがのれんということでありましてねなんで、えー、買収額がこんなにね純資産を超えるんですかっていうと目に見えない価値が純資産の中に入ってないということで、まあ、要は超過収益力ですね。 ですねえーまあ、その順、えーまあ、超過収益量をこの企業がお持ちだということで、まあ、二を上回ししてね、えーまあ、お金を出して買ってるということでありまして、えー、そういうね、まあ、有料な企業を買収するような時なんかは通常のれんが発生するんだと。えーまあ、そししてこの発生したのれんは BS にすするわけなんですね、まあ、会計の話を言えばですね、まあ、日本の会計基準ではあまあ BS に乗っけたのれんはですね毎期毎期次の期からですね乗っけた後毎期毎期ですね焼却というね、えー、まあ手続きを取るということなんですけども、まあ、ちょっとそれは専門的な話なんで、まあ、ここら辺で止めておきますがあーのれんが発生したらまあとりあえず無形固定車に、ねえー、乗せると。 で一方でですね、まあ、今回話題になっているのは負ののれんということでありましてじゃあ負ののれんって何ですかっていうと先ほどののれんとは逆なんですね。純資産の方が買収額を上回っていると買収額の方が少ないということとですね、まあ、純資産というのは、まあ、企業価値というふうに考えていただければと思いますけど企業価値が90あるのに80で買えちゃったと安く買えちゃったと得したねとこの得したねっていう部分が負ののれんなんですね10安く買えちゃっったよってことですね。 90の一価値があると。だけども80金出して買えちゃったということで10得したねとね、えー、まあ購入したすえー購入あのえー、安く買えて得したねっていうのがまあ負ののれんと言われる部分なんですね。 負の、えー、の連の業績への影響というふうに書いておきましたけれども負の、えー、の連というのはどんな時にじゃあ発生するんでしょうかねというと安く買えるということですからね負のの連というのは安く買えちゃうと、まあ、先ほどの例で言うとそもそも90だった純資産、ねえー、90の純資産の企業を80円で買えちゃってるということで安く買えちゃってるということですねでなぜ安く買えたのかというとこれなんですよ経営不振の企業だったりするんですね。 経営不振の企業ですから、まあ、純資産がです、ねまあ、あの先ほどの例,例だったら 90, ですか90あったとしてもです、ねあのーまあ、安く、ねえー、経営不振に陥っているから、えー、買った後結構苦労するんじゃないのと。 経営再建するの大変だろうねということで、まあ、そういうまあ、ねえーあのー、ふうに考えられますから、まあ、従いましていえ、まあ、そういう経営不振の企業なんかはまあ安くね、えー、買えたりすることが、まあ、結構多いとそういった場合にま負ののれんが発生するだろうと。で、えーまあ、こういった場合負ののれんが発生しやすいですよね経営不振の企業なんかはってことですね。 だけど、ライズアップといたしましてはですね、やっぱりノウハウも持ってますしそれからブランド力がやっぱありますんで経営不振の企業だったとしてもえ自分たちのノウハウでそしてブランド力ですね生き返らせることができるんだと経営再建することができるんだとまあ、そういう気持ちを持ってね多分ね買ってきたということなんでしょうけどねまあ、現にですね後でちょっと述べますけどもジーンズメイトという企業がありますよねジーンズメイトというねもともと確か岡山のえ企業だったと思いますけれども岡山に確か本社があると思います。 ますけれども、まあ、ジーンズメイトという企業はですねまあ、結構もうあの長い間経営不振に陥っててということで赤字がだいぶ続いてたわけなんですけどえっ、ー、と何年か前にね、えー、ライザップが買収してということでやっぱり買収した後はやっぱり赤字がちょっとね出ちゃってたわけなんですけども、まあ、しかしながらですね、えー、この間の四半期決算を見ますとですねあの営業利益、えー、これね黒字があ営業利益ということで黒字が出ておりましたし、えー、おそらくこの 年のの月期の決算はです、ね、黒字なんじゃないかということで、まあ、やっぱりライバラ,イライザップのですね、まあ,あの,経営のノウハウ、えー、それから、えー、まあそういったブランド力これがうまくか重なってです、ねまあ、黒字になったのかなという、まあ、側面もありますんで、まあ、そういうね、えー、そういうまあことをね、えー目,ざあのー、まあ目論んでというかね、えー、そういったことを考えて、ねえー、まあライザップはいろんな企業を、ね、買収してきたと。 でえーまあ、実はライズアップという企業はあのイファーズっというふうに言いましたね EFARS、えー、国際財務報告基準ないしは国際会計基準という方もいらっしゃるんですけどもイファーズの財務書評を作成する際にこの会計基準ですけどもイファーズを適用してね作ってるんですね。 あのまあ、世界にはですねいろんな会計基準がありましてですね、まあ、日本の企業はですね多くは日本の基準を使っているわけですね日本で作られた会計基準を使ってですね、まあ、財務諸表を作っているとバランスシート貸借対,対象表ですねそれから損益計算書それからキャッシュフロー計算書だとか株主資本等変動計算書だとか、まあ、そういったねあの、まあ、財務諸表を作っていると多くの企業は日本基準を使っております。だだけども例えばアアメメリリカカでで上場している企業なんかですねアメリカの基準を使ったりだとか が、ま、最近増えてますけど、イファースっていうね、まあ、その国際財務報告基準というね、そういったイファースなんかを使ってね、あの、財務諸表を作る企業なんかも増えておりましてですね。まあ、実はライザップはですね、イファースを使っているんだと。で、実はこのイファースを使いますとですね、負ののれんが。 えー、実はね営業利益のところにね組み込まれちゃうということでこれ会計をね、あのー、あまりよく知らない、ね、投資家の方は、まあ、会社資金を見たらね本当に騙されちゃうというかね、えー、すごい企業だなというふうにね勘違いしちゃう可能性がありますんでやっぱり会あの後でまた触れようと思ってますけども、まあ、あの投資をするということはやっぱり会計基準ある程度知っておかないとこれやけどするなというふうに、まあ、私はね今回の例をね えーあのえー、例,例からね、えー、特に、ねえー、思いましたね。ではちょっと見ていきますけれども、負、えー、ののれんということで、あのこのイファースを使いますとね、実はその負ののれんというのは、えー、営業利益、本業の儲けね反映されるんだと。 富野の,の連って先ほど申し上げましたように、まあ、例えば1、うん、資産が90の企業を80で買えちゃったと得したねと10円得したねということでその10円得したそれをですねあの儲けとして計上するわけなんですけども EFARS というねその会計基準を使うとですね営業利益にですねその儲けがね反映されるということですね。で営営業業利益って何何かなってて何かかないうと、えー、その営業活動から 出てきた利益と、ね、営,業活動によ営業活動の成果を、ね、営業利益というのがあは表してますんでね、あのー、営業利益が非常に、ね、黒字であれば。 投資家の方々は営業利益にやっぱり注目しますんで営業利益っていうのはやっぱりこの本業からどれだけ稼いでるのかっていうのが営業利益にダイレクトにね現れますんでやっぱり営業利益に注目してるわけなんですけどもまあその負ののれんっていうのがね実はイファースではね営業利益に出てくる反映されるんでね、まあ、結構ね EFAS に熟知してないね投資家の方なんかはこれで結構勘違いしてですね失敗しちゃったという方いるんじゃないかなというふうに思いますね。 まあ、ちなみになんですけど日本の基準ではこの負のレンフノのれん負ののれんは、えーまあ、一応やっぱり日本の基準でも儲けにね儲けとしてこれ考えられるわけなんですけども営業利益には組み込まれないんです。 税引き前当期純利益とということであの本業の儲けにはね負ののれんは反映されないということでだから投資家の方なんかはねもちろんその当期純利益っていう数字も当期純利益というのは最終的なね、まあ、税引き前の最終的なあもろもろ含めもろもろ計算した後のに残る利益と税引き前なんですけどもそれを税引き前当期純利益っていうんですがもちろんそれも投資家の方々見るでしょうけどもやっぱり営業利益で本業でどれだけ稼いでるのと営業活動の成果はどうなのか ってことでやっぱり営業利益に注目するわけなんですけれども日本の基準だったらその負ののれんが営業利益にはね組み込まれませんからそういった意味ではねもし日本の基準をもしねこのライザップが使ってるのであれば日本の投資家さんたちはそこまで誤解しなかったんじゃないのかなというふうに思いますね。後ほどちょっと次ののペーージでね私イファス えーその、PL、とそれから損益計算書ですねそれ日本基準の損益計算書ちょっと対比をねえさせていただこうと思って次のところであのあのあの説明させていただきますけどね。でえと負ののれんですねえ負ののれんというのはまあ安く買えちゃったから儲かったねっていうことでまあ割安購入益というふうに考えられておりましてまあ会計上の利益ですね。 だからこれ実際問題ね、ね、まあ、利益っていうと、まあ、あの利益の根本的なまあそういった概念っていうのはですねやっぱり、うん、お金をが入ってくるってことですよね。例えば80円のものを売っ払ってそしてお客様から100円もらったと。 20円も多かったとまあこういうのがまあ利益のまあ基本的な考え方なんですけど今回のですね、あのーまあ、負ののれんなんかはですねお金が入ってきてるわけじゃないということですから、まあ、会計上のね会計上では利益とカウントされるわけなんですけどもこの負ののれんによる利益というのはお金が転がり込んできてるわけではないというところそこが非常に注目するべきところなのかなというふうに思いますね。 でまあ、このフ f a s を、ねだからね、使ってたということで負ののれんが営業利益のほうに反映されるんで、まあ、業績が非常によく見えるんですね。 だからライズアップという企業は負ののれんがバン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 営業利益に計上されましたからあこの企業ですね本業で頑張ってんだなと営業活動で頑張ってんだなと営業活動で成果出てんだなとだから営業利益がこんなにピカピカなんだなということで、えー、まあ非常にですねそういった意味ではあの、まあ、判断をね、えー、会計基準知らないと、まあ、ちょっとね間違ってしまったのかなというふうに思いますねではちょっと比較してみますね。 損益計算、P/L の比較なんですけども、日本の基準とあとこれ IFRS ですね。I がちょっと見にくくなってますけど IF、IF は RSIFRS です。で、日本の基準です。売上高から始まって売上原価、売上高マイナス売上原価ですね。それが売上総利益です。で、売上総利益からですね、販売費、まあ営業マンの方々にかかったコストだとか、一般管理費ですね、総務とか人事とか経理とかとか、まあそういったね、まあ管理部門にかかったコスト、本社の例えば家賃だとか、えー。 そういういのが販売費費び一般管理費に組みままれまして、売上総利益からこの販売費および一般管理費反管費っていうふうに言ったりしますけど反、えー、管費を差し引いたものが営業利益でここまでが営業活動なんです日本の基準でよねですから営業活動の成果っていうのはこの営業利益でカウントされてるんだと。 ね、だから営業利益がピカピカだったら営業活動でものすごく成果を出してるんですねということでだから営業利益っていうのは非常にやっぱ投資家の方々なんかは注目してるのかなとで営業外収益営業外費用ということで、まあ、これ配当金、えー、もらったりすると営業外収益ですね、えー、まあ金利収入なんかがあれば営業外収益と、えー、いうことで,で金利払ったら営業外費用ということでこの営業外の収益とか費用を差し引いてっていうことで経常利益ですね。で、えー 特別利益,特別,、ね、特,別利益特別損失っていうのは何かなっていうとその木に発生した特別な利益それからその木に発生する特別な損失これが特別利益だったり特別損失だったりするんですね。ですから例えば この木だけ特別に発生するっていう利益っていうのがあるじゃないですか。まあ例えば何かなっていうと、まあ本社を持ってますとね、本社を持っててその本社を売却するとね。例えば本社がですね、まあ1000億円であると、それ1500億円で言ったら500億円儲かるじゃないですか。その儲けを特別、その儲けはですね、特別利益にカウントされるんですよ。 本社を売っ払うっていうのは特別なことですよね。で、特別なことでですね、利益が出たっていうのは特別利益ということで。特別、えー、特別利益のところにその五百億円をですね。あの、計上するわけなんですね。営業利益なんかに入れませんよ。ね、特別なことですから。本社を売っ払うっていうのは、毎年毎年あるわけじゃないじゃないですか。本社を売るっていうのは営業活動じゃないですよね。特別なことですよね。えー、本社っていうのは使うために持っているものですから。売るために持っているものじゃありません。商品は売るために持っているもので、それを売っ払ってお金をいただく。く っていうのは本業なわけですよ本社っていうのは使うために持ってるものであってそれを売るっていうのは全然ないと、えー、ですから本社を売るっていうのは特別なことなんですね。で特別なことでもかったものは特別利益としてカウントするわけですね。 それから特別損失ねこれは特別なことで発生している損失ですね、まあ、例えば、えーまあ、地震でですね建物が崩壊してしまったとか工場がめちゃめちゃになってしまったとで資産価値がゼロになっちゃったとそういった場合は例えば1000億円の資産がもうあの、えー、めちゃくちゃになっちゃってです、ね、価値がゼロになっちゃったら1000億円損したということで特別損失1000億円というふうになるわけですね。 でだから地震で,です、ね、あの工場がめちゃくちゃになる地震で本社の建物がめちゃくちゃになるこんなのねしょっちゅうしょっちゅうないじゃないですか毎年毎年ないじゃないですか特別なことですよね地震で本社の建物が倒壊するっていうのは特別なことじゃないですかでそういう特別なことで発生するようなです、ね、損失これは特別損失としてカウントするわけですね間違っても営業活動の成果にそんなのは入れちゃいけないわけですよね。 で負ののれんは日本ではどこに計上するんですかって言うと特別利益うところに入れるんです、ね、まあある企業買収しましたよと、ね、90, え90の純資産なのに80で買えちゃったと10円儲かったねとでこれは特別なことというふうに日本の基準では考えてですね特別利益に入れてるんですよ。 本業じゃないですよね買収しましまたたとと10円儲かっそれで本業じゃないからやっぱり特別なことなんで日本の基準では特別利益と一時的な儲けですねということで、えー、負ののれんというのは特別利益のところに入れるわけですねですから投資家の方々が注目するような本業の利益ですね私も営業利益に、ね、注目してますけどここには入ってこないんですよ。もしあのライズアップが日本の基準使ってた もしライザップが日本の基準を使っていたら負ののれんがライザップ相当ね、えー、相当負ののれんを計上してたわけなんですよ。ものすごくライザップっていう企業はですね買収しまくてね、あのー、2016年の3月には23社しか子会社がなかったんですけど2000、えー、ついこの間では87社ですよ。 87社つまり、えー、60社近くですね買収しまくってるわけですねでそのたびごとに負ののれんが計上されておりますからあの負ののれんがものすごく膨大になってるわけなんですよもう6割ぐらい営業利益の6割ぐらい負ののれんが出てたっていうふうに言われてるわけなんですねで日本の基準だったらいっくらね利益の6割が負ののれんだったとしても営業利益には入ってこないんですよ ですから投資家の方々なんかは本業でどれだけ儲かってるのかなというのを、まあ、注目するでしょうからこの負の,の連がこっちに入り込まないんでね負の,の連がこっちに入り込まないんで、まあ、したがってあの営業利益であこの程度なのかなっていうふうに判断できちゃってたわけなんですよもし日本の基準を使ってて。 最終的な利益のところにはねやっぱり入ってきますけどね最終的な利益のところには入ってきますけど投資家の方々はここだけ見ておりませんねここも見ますだけど営業利益もちろん見ますんでだからちゃんと判断できるわけですよだけどもあの、e、IFAS を使ってねあのライザアップは。 財務消費を作っておりましたんで、あのイーファーズを使って財務消費を作ってもいいってことになったんですよ。あの今の日本のね、あの金融市場っていうのは、あの外国人の投資家がですね、もう日々の売買で言うと7割だとか、それぐらいですよね。それぐらいま外国人の投資家がマーケットを動かしてるということですから、イーファーズを使,使った方が逆にですね。 あの外国人投資家としたら分かりやすいわけですよね。だから私はやっぱり日本の基準の方はあの会計学もあのレックでねあの講、えー、座持ってますからあの日本の基準の方はがやっぱり分かりやすいですよ。イーファースの方は詳しくないですよ。ですからね日本の例えば株式市場で、えー、にあの企業に投資するときなんか日本基準の、えーえー、使ってね財務諸表を作っている企業の方が私は読みやすいですよ。あの財務諸表読む際にねイーファーストイーファース の方はやっぱりイファース私熟知してませんから読みづらいですよで、それと同じことが外国人投資家の方々には言えるわけなんですよ。日本の基準を使っているよりも、慣れ親しんでるイファースの基準を使っている企業の方が分かりやすいなっていうことですよね。ですから、まあ今ね。日本はもうあのー、マーケットが開かれておりますんで、もうあのー、日本の基準をじゃなくてもイファーズ使ってるんだったら、まあそれもでも良しとするっていうふうにやっちゃってるわけなんですよね。 まあのそうは言ってもですねほとんど差はねなくなってはいるんですよね大きな差はね大きな差は、うん、実は、うん、それほどないかなとあのコンバージェンスっていうふうに言いましてですね、えー だいぶ前のね会計基準は日本とですね国際的な基準でねだいぶ違ってたわけなんですよ。でそれだったらですね今までみたいに昔みたいにですね日本のマーケットは日本人だけで動かしてるんだったらそれはそれで良かったでしょう、ね、島国なんだからということでそれはそれで良かったわけなんですけど今のようにグローバル化されたマーケットではですねそれは許されないんですね。日日本本は変なななな基準使っっっててるぞとととわかからんんじゃゃあにに投資しないってことになっちゃうわけですよ それは困るってことなんですよね。 やっっぱり世界中からお金が入ってくると、えー、それが非常に重要なことですからやっぱりあのそれを考えますと、まあ、日本もやっぱりあの会計基準ね、えー、国際的な基準とズレがあっちゃいけないということでそのズレをずっと解消してきたんですねで解消してきた姿が今の,今の姿になっててだからほとんどね差はないんですけどだけど今回のように、まあ、この、えー、営業利益にその負ののれ,入,れるか入るかどうかっていう、まあ、議論になりますと、まあ、違いがあるということで若干の違いがねやっぱあった りすするんですよねならやっぱりどうしても私はイーファーズ適用企業の財務表はちょっとよあのやっぱりねあの日本の基準に慣れてますんでね、えー、私あのいすゞ自動車っていうところで財務諸費を作ってましたからだからやっぱり日本の基準使って作ってましたし、まあ、そういった意味では日本の基準にまあ、ずっとどっぷり使ってきたわけですからイファーズってまあそういった意味ではちょっとね あのやりづらいなとは思いますけども、まあ、現に日本はそうなっておりますのでだから差はなくなってきてるんですけどまだちょっとねあると、まあ、あの全部差がなくなるっていうのはないですよねそうしたら同じ、えー、基準になってしまうということで差はどうしてもちょっと残るんでしょうけども、まあまあ、その残ってる差は、うん、それほど大きくないんですけどやっぱりね投資する際にはちょっと面倒、うんく,えー、くさいなっていうふうに思いますね。 でですね EFAS の方を見ていただきますと売上高マイナス売上原価で売上総利益ここまでは一緒なんですよ。で販売費及び一般管理費反管費を差し引いてそしてプラマイで加算減算しますけどその他の収益その他収益その他費用っていうのがあるんですけどもこのその他収益のところに負ののれんが入ってくると。 でここっていうのはですね営業利益をカウントする際の重要なまあ収益なんで営業利益を算出する際に負ののれんは影響を及ぼしてるってことになるわけですね。ですからまあ先ほどのですね具体例でいうと純資産が90ですよとそして80で買収できましたよとで10円のですね負ののれんですね、えー、割安で購入できた儲けっていうのは実はこのね えー、その他収益というところにカウントされるんで営営業業利利益益をを増増ややししちちゃゃううととだけってことですねですからライザップはですね営業利益のところに負ののれんがものすごく、ね、負ののれんがものすごく発生してたわけですから営業利益がですね今までは毎年毎年膨大にねカウントされてきたんだなっていうことなんですね。 ですからまあ日本の、ねえー、投資家はやっぱり、ね、営業利益というと営業活動の成果でしょというのがありますけどもあのイファースの方はですね営業活動の成果じゃない収益なんかも営業利益のところに入ってきますんでだからここのところを、ねえー、しっかりと知らないとですね営業利益を、あのー、読み間違えちゃってるってことになるわけなんですよねだから会社式を私やっぱり見ますけどね。 あの会社市況だと、まあ、あのもちろんね営業利益ってあの出てきておりますけどあのそのねイーファーズに熟知してないとあ営業利益がこんなに出てるんだなと増収増益じゃないということで、まあ、あの負ののれんでねここまでかさ上げされてるっていうふうに、まあ、想像できなかったりするとですね判断、まあ、やっぱりね間違えたっていうのがあったんじゃないのかなというふうに思いますね。 ですから、負のの連がどこでカウントされるのかっていうのが実は違ってるということでそれでですね、まあ、あの日本の方では営業利益には影響を及ぼさないんですけれども、えー、その IFAS の方では営業利益に影響を及ぼすんで、まあ、日本の投資家、まあ、判断誤った投資家いたんじゃないのかなといらっしゃったんじゃないかなというふうに思いますね。 でライズアップの業績をですね、多少振り返っていきますが、あ2014年から2015年、16、17、18と、そして来年のお3月、これは予測になりますけども、予想になりますけども、ずっと増収増益できたんですね。ずっと増収増益できたんです、えーでこあの。ここなんてすごいですね。2018年には1000億円の売上を超えるということですし、えー、それからあここですね、えー、2017年には、あの 10億円のですね、あごめんなさい、100億円のですね、100億円のまあ営業利益ですね、100億あの100億円ですね、これ100万円単位なんですけれども、100億円の営業利益をですね獲得すると、そして1000億円の売上を実現すると、1000億円超ですね。 そして、まあ、来年に至ってはです、ねえー、2000億円を超えちゃうだろうということで、まあ、非常にです、ね、増収増益をここまで続けてきたんですけども一転してです、ねえー、赤字になってしまったんだということですね。 まああのこの営業利益ですねこれあの十一月か何かに発表されたんですけれどもあのそれまでは予想でですね二百三十億円の営業利益が出るというふうに言われてたんですよ二百三十億円の営業利益があ出るというふうに言われてたんですけども一転してですね三十三億円の、えー、赤字ということでありましてまあ非常にですねうんまあ,あ、えー、まあ本当にものすごくね、えー、そのあの 結果がねねね悪,悪くなるっっていう、ね、そういううそたことですよ、ねまあ、私なんかはねあの大学の方でもちょっとお話ししてますんで、まあ、学生さんに企業選びのところなんかでもねあの話したりもするんですけどもやっぱり増収増益している企業は基本的にいい企業だということを申し上げているんですけどもライズアップなんかもだからそういった意味ではね増収増益してたんですけどもその利益っていうのは負の のれんというね会計上の利益で上増しされてきたということでやっぱり会計知らないとですねやっぱり本当のところはなかなか読めないのかなというふうにも思いますね。で業績の分析をちょっとさせていただきますけど2018年の3月期なんですけども営業利益の実は6割ぐらいがですね負ののれんであったということで半分以上が負ののれんですよ。 で、えー、買収企業は87社と、まあ、先ほど申し上げましたけど2016年の3月には23社だったということですから60社ぐらい増えたということでありますけども、えー、その多くがですね、その後ね、赤字を垂れ流してるんだなということで、まあ、例えばワンダーコーポレーションというね、えーまあ、ゲームソフトなんかを売ってたりだとか DVD だとかレコードだとかですねあとワンダーコーポレーションの傘下、えー、にですね、新生堂というね DVD とかレコードとか本を売ってる新制度なんかもありますけども、まあ、ここがかなりの赤字なんですねまずワンダーコーポレーションね、まあ、ワンダーコーポレーションで大体赤字が30億ぐらいあるのかなというふうに言われておりますねそれからパドだとかサンケイリビングさんですねパドサンケイリビングっていうのはあのフリーペーパーでずっと有名ですよね、まあ、非常にまあ歴史のある。 えー、そういったフリーペーパーの会社ということで私なんかは結構びっくりしましたけどねパドとかサンケイリビングっていうのは、まあ、非常にそのフリーペーパーでもう昔っからね、えー、やってるそういった企業ですから、あのーまあ、ライザップに賠償されたんだへえっていうふうに思いましたけどもまあここなんかも。 まあそれぞれ5億ずつぐらいね赤字が出ちゃってるということでだからワンダーコーポレーションだとかパドだとかサンゲリビング買収した時はですねえまあ経営不振だった企業なんだけどライズアップのノウハウとブランド力でね経営再建するぞっていう気持ちでおそらく買ったんでしょうけどもえそのワンダーコーポレーションなんか30億の赤字が出ちゃうだろうというふうに言われてるんですねだけどね。 まあ先ほどちょっと申し上げましたけどジーンズメイトですね2019年はあの3月期は、ね、黒字になりそうなんですよねですからまあやっぱりそのうまくや,や,あの、ねえー、やってるところもありますんですべ、まあ、てがすべてだめではないと経営再建失敗してるわけではないということでありましてねあのだからまあこのうまいことやっていけばあこれね、えー、なんとかんあのなるところにまだありますんでねこれからなんだろうなというふうに思いますね。 まあ、経営再建、この87社の多くがですね、まあ、実はあのできてないと失敗しちゃってるということで、えーまあ、このまんま、ね、あのどんどん買収を続けてるとですねどん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 経営再建に失敗しちゃってですね赤字がですね雪だるま式に膨れ上がってこれ大変なんじゃないのかなということでそそろそろ買収ちょっっとと凍結しようかってことですね今まで買収してきた企業、えー、ちゃんと再建できてないんですよ。 えー、もちろんできているところありますよあのそのジーンズメイト私も学生時代ねあのリーバイスの501だとかそういったジーンパンよく履いてましたんであの昔ジーンパン流行ってましたから私の時はねだからあのよくあの買ってましたけどジーンズメイトでね新宿にジーンズメイトがあってよく買ってましたが。 あのですから、ねまあ、ジーンズベイトが結構ね最近経営不振だっていうのを聞いておりましてだけどそのね、うん、来年2019年3月期の決算では黒字になりそうだということであよかったなとは思ってるんですけども、まあ、だからそのうまくいってる企業が非常に少なくてですねあの経営再建に失敗してるところが非常に多いんでこれ以上買収をし続けてもですねちょっと今のところはうまくいってないところがいっぱいあるんだからじゃあちょっと買収凍結しておこうかとそういった判断をですねライズアップはしたわけ なんですよねで買収凍結しちゃいますとこれなんですよ負ののれんで営業利益をかさ上げできなくなってしまうんですよね、えー、先ほど申し上げましたように営業利益のですね6割が2018年の3月期の決算で言うと営業利益の6割がですね半分以上がですねあの負のあの負ののれんなんですよ ですからこん今回あのからね、買収を凍結するってことになっちゃうとその6割稼いでたんですね、利益がごっそりなくなっちゃうっていうことですから、まあ、したがってそれで赤字にね、えーまあ、転落してしまったんだということですよね。 だから、ね、負ののれんのうで、ね、営業利益をかさ上げできるんだったらそれはそれでまあ非常に楽なんですけども経営してる側としたら楽なんですけどもだけど経営再建にうまくいってない企業が多いんだと多いんだったらまずはそこの経営再建ですねそこをしっかりする必要があるんじゃないのかということで一旦買収凍結だとそういった判断をですねライズアップはしたんだと。 で、まあこれね、あの社長の言葉です、えー、瀬戸社長の言葉なんですけど、子会社にコミットできなかったっていうことをね、うん、ね瀬戸社長が言われておりましたけどね、あの結果にコミットするっていうのが、ライザップの売り文句ですけど、瀬戸社長が、子会社にコミットできなかったってことをなんか言っておりましたんで、あのちょっとね、くすっていうふうになってしまいましたけども、まあこれからね、えー、しっかりと結果出していってほしいなとういうふうに私は思っておりますけどね。 で実はですねこの松本さんというね代表取締役ですねこの方が救世主になるのかな っていう,ふうに私は考えておりましたです、ねまあ、多くの方も持ってるんでしょうけども、えー、まあこの松本さんという方はライザップのです、ね、先ほどちょっと申し上げた瀬戸社長ですね、まあ、今も社長なんですけどもこの瀬戸社長がヘッドハンディングしてきた方でありまして、まあ、伊藤忠出身であるとこの方はすごいもう本当経営のプロでねジョンソンジョンソンというまあ薬の製薬会社ありますけどもね、えー、ここなんかを9年間で利益を約30倍にしたりだとかそれからまあ直近で で言いますとカルビーですね、8期連続のですね増収税増益、これを実現したりっていうね、増収増益っていうのは、先ほど申し上げましたけど、売り上げも増やす、そして利益も増やすっていうのが増収増益ですよね、増収はしてるけど減益だと、ねえあるいはあの減収なんだけど増益だっていう企業は結構あるんですよ、増収であり、かつ増益っていうのは、なかなかやっぱり難しいんですよね。 えー、しかも8期連続ですからねであの結構最近の日本経済大変だったじゃないですかリーマン・ショックがあったりだとかリーマン・ショック10周年ということで、えー、前回か前々回か私このね経済会計用語、えー、解説かなんかであのお話しさせていただきましたけども。 まあそういうのがあったりだとか、えー、あるいは東日本大震災があったりだとかまあ非常にですね経済に負のですねショックをもたらすというねそういったあ出来事が結構あった中8期連続増収増益ですからねこれはすごいことなんじゃないのかなというふうに私なんか思うんですよねでその方がヘッドハンティングされて松本さんね入ってきたということでありますからこれはねなんとかねあのー、v 字回復というのがねいずれ出てくるのかなというふうにちょっとね期待は してるんですけどねで、えー、まあちなみにということなんですけど、ね、やっぱり金融投資株式投資をするならばということでまあ日本の会計基準ですねこれはやっぱり知っとかなければいけないんですけども今回のように r i ザッ p はですね日本の会計基準使っておりません EFAS 使ってるんですよね国際財務報告基準を使っておりますんで EFAS もある程度知らないとですねやけしてしまうとだから営業利益がこれだけ大 巨額の営業利益を出していいるととうことで、まあ、非常に安心感がありますよねだけども実はあの負の,、えー、そののれんでですねかさ上げされてたということで、まあ、そこなんかもやっぱりねきちっと読み取らないとやっぱり判断を誤ってしまうということで日本の会計基準、まあ、日本の企業に投資するのであればそれではそれでいいのかもしれませんけどやっぱり今結構多いですよ e f a ズ使ってる企業はねいあのこれち,ちょっとあこれも申し上げておきましょう。えーイーファーえー、の、ね、基準を適用してる 企業はね適用済みの企業でもすでに180社ですよ上場企業でねですからこれからどん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 増えていく可能性があるということでありまして えーまあ、だからこれからはイファーズの方もある程度ですね知っておかないと嫌けとする可能性が出てくるのかなというふうに思いますねだから日本の会計基準これを知っておくこれ必要ですよもちろんだけどもイファーズ適用の企業っていうのも、まあ、ライザップをはじめありますから、まあ、そういった企業のに投資をするのであればイファーズもある程度知らないと、えーまあ、ダメなんじゃないのかなとそれからやっぱり政治経済を理解するってことですね あのー、本当、私、今年末に実は喋ってるんですけどもつ,ついこの間、ですねもう非常に株式市場が荒れましてね、まあ、クリスマスの時なんかもう1000円ぐらい株価が下がるだとかあというのがありましてやっぱりトランプさんとそれからあ、まあ、中国だとかやっぱりトランプさんの政治の政策だとかそういったところう、えー、ですよねそういったところなんかもやっぱりかなりね 影響してということでだからその政治と経済これやっぱりね大きな、ねえー、そのインパクトをもたらしますんでだから企業の業績がいいと。 それだけで株価が上がるというわけじゃなくて企業の業績が良くてもですねアメリカのダウ平均株価が下がればですね全体的に押し下げますんで、まあ、だからやっぱり政治だとかあるいは経済だとか、まあ、最近だったらやっぱアメリカと中国ですよねアメ,リカのアメリカと中国がもう、えー、世界経済の両輪ですからねそこをやっぱりしっかりと抑えておく必要があるのかなというふうふに思いますねでやっぱりうん為替レートですね。 だからアメリカと中国のその動きが為替レートにかなり直結してくるところがあって日本はやっぱり為替レートがやっぱ株式市場にものすごく影響を与えるところが多いんですよね。まあ、日経平均株価で考えますと、ねそのおまあうん、輸出関連企業というのが結構多いんで円高に触れちゃったらです、ね、あの輸出関連企業が日経平均株価を算出する225社というのがあるんですけどもその225社はかなり、えー、輸,出輸出というか為、ね、替レートに敏感に反応する企業。 でであありますもああるので、えー、結構、その為替レートの動きっていうのがその日経平均株価にダイレクトにね影響出てきますのでやっぱ経済特に為替レートかなという,ふうに思いますけどね、まあ、ちょっと付け足しなんですけどもまあ、やっぱり投資をするんだったらこの辺がやっぱり特に大切になってくるのかなと会計基準だけでもやっぱダメだとで政治経済だけでもダメだと。ね 会計とやっぱ政治経済これ両方押さえないとやっぱ金融投資うまくいかないでしょうし、まあ、最近は日本の会計基準だけじゃなくて EFAZ 適用の企業も結構ありますんで、まあそので、ね、EFAZ なんかもある程度知っておく必要があるのかなというふうに私は考えています。 まあ本日、ね、えー「負ののれん」という言葉をテーマに、ねえー、お話しさせていただきましたけれども、まあ、結構私はあの不動産鑑定試験という、ねえーまあ、その資格の試験講座を担当してるんですけども、えー、私が、ね、あの会計学の講師収録を担当して今会計の収録はしておりませんけれども会計の収録をしてる時確かね負、あのー、のれんが、ね、2008年かなんかに鑑定試験で問われましてね負、えー、ののれんなんかが出て ちゃうんだなというふうふに思ったのがあってだから私としては結構「負ののれん」っていうのはねあの私の中では結構心に刻まれてるね言葉の一つなんですけれども、まあ、今回ライップの、ね「RIZEUP!」の一件がありましたんで、えー、これはちょっとぜひ皆さんにもご紹介したいなというふうにも思いましたしまあ投資家の方とやっぱり話す機会なんかもあるんですけども「RIZEUP!、えー」での新聞記事なんかで出てくる「負ののれん」って何ですかと何人かの方にも聞かれましたんでまあ,あ 扱うと面白いかなということで今回ね扱わせていただきましたまあ、皆さんの参考になればなというふうに考えておりますそれでは本日の講義ですね以上とさせていただきますどうも皆さんお疲れ様でした